やっぱり三国志で一番人気がある武将は諸葛亮ってことで決定したい。何事も決定する決めつけがひどい。ゆっくり霊夢です。実際そうだと思うんだよな。時点で関羽だの張允だのが来そうだけど、こいつらも諸葛亮孔明ほどかってなるしな。諸葛亮は政治家なのにもかかわらず戦場で病死したってのもまた美しいなと感じる。美意識がおかしい魔理沙だぜ。今回は三国志小話としてまた優美が逃してきた魚名神たちを紹介していきたいと思うわ。前回は伝与と陳軍を紹介したので、それ以外の武将たちね。優美は一応皇帝の血が入っていると言われている人間で、なおかつ英雄で天下を放浪していたので多くの人物と関わり合いがある人物なんだよな。だってもうあの後の猛将である太子寺とさえ喋ったことがあるんだしな。じゃあまずは一気に二人紹介していくわね。その二人というのが陳東、陳敬親子よ。陳東は陳敬の息子にあたる人物よ。陳敬は一族に多くの高官を輩出した、まさに女衆を代表する名家の生まれよ。当然ながら陳敬もその名家の流れを受けて当時女衆を治めていた刀剣に仕え、陳敬の息子である陳東も才能と名家の出自もあって刀剣に仕えたの。ぶっちゃければ二人ともコネ入社よ。それ言っちゃうと刀剣だって陳敬親子のコネ目当ての東洋だし、お互い様って感じだぜ。刀剣も彼ら親子が持つ高官たちのコネを求めて登用したんだろうし。194年、刀剣が病死すると彼は遺言で優美に助手を任せると言って病死した。なもんで助手の大富豪で刀剣に仕えていた美軸という男は助手の人々を集めて優美に助手を治めさせようとしたものの、優美はこれを断ったの。なのでこれを見た陳東は優美に向かって、今漢王朝は衰退して天下は荒れております、故にこれを足がかりにして天下に功績を打ち立てるべきかと。助手は豊かな土地であり、戸籍は100万、故に優美様にこの地を治めてほしいのですと言ったものの、これに優美は近くの受春にいる演術は天下が認める名士だ、助手は彼に任せるのがよかろうと返したものの、これにも陳東は演術は傲慢で天下を治められる器量はありません、故に優美様にこの地にいる10万の兵士を足がかりに、上は天使、下は民をお助けしていただきたいのです。もし優美様がこの進言を無視なさるのならば、私は二度とあなた様の命令は聞きませんとまで言ったの。優美としては助手は喉から手が出るほど欲しいが、その地をもらってしまったら近くにいる演術と明確に敵対するから受け取りたくはないんだよな。ただ助手を受け取らなかったら陳東は優美の命令を無視するとか言い出してきたし、参っちゃうぜ。まあその後悩んだ優美は結局助手を治めることになって、案の定演術と助手の地をめぐって戦うことになった。その最中に優美は当時優美の元に身を寄せていた呂布の裏切りがあって、助手を呂布に乗っ取られ、助手に留まっていた陳敬、陳東親子は流れで呂布に仕えることになったの。思えば呂布も当時は優美の進化的な立ち位置だった男ってわけか。まあ進化は言い過ぎかもしれないが、客商的な立ち位置ではあったはずだし、優美は多くの英傑と関係がありすぎるぜ。なんか流れで呂布に仕えた陳敬、陳東親子は優美ならともかくとして呂布に仕えるのは本意ではなく常に呂布を裏切りたいと考えていた。なもんで曹操が呂布と明確に敵対し合うようになると、陳敬、陳東親子は城の内側から密かに曹操と通じて、曹操に気が熟せば呂布を裏切ることを約束し、そして曹操軍が呂布に攻撃を仕掛けると普通に裏切って曹操側につき、これもあって呂布は滅びたの。その後陳敬の記述は歴史書には記されていないものの、陳東は優美には仕えずにそのまま曹操に仕えて、主に江東の孫策相手に何度も激戦を繰り広げて勝ってきたみたいね。思えばそもそもなんで陳東が優美に助手を与えたがったのかという理由は、優美ならこの荒れた天下を平和にできる可能性があるからっていう理由だった。しかしその企みも呂布の裏切りによって不可能になったので、陳東は今度曹操様にその願いを託したってわけだ。助手大虐殺を行った曹操様にその願いを託すってのも尺だっただろうけどな。じゃあ最後に貢献を紹介してこの動画を締めたいと思うわ。
彼だけは他の劉備たちを離れた臣下たちとはベクトルが違うのよね。貢献は益州出身の人物で、益州の君主だった劉璋に仕えていた男よ。そして劉璋が慶州から劉備を呼び寄せて強敵である漢中の長老を打たせようとすると、これに貢献は劉備には天下に轟く名声があり、例えば彼を招いてただの将軍としてもてなしても劉備は満足しないわずです。ただ賓客として招いてしまえば益州に二人の君主が存在することにもなります。故にここは劉備を頼らずにじっと耐えるべきかと、といったものの、劉璋はこれを聞かずに貢献を交換県庁に任命して彼を中央から左遷したの。まあ自分の意見にちゃちゃ入れられるとな。主君としてはちょっと不機嫌になるのも当然だぜ。その後、益州に入った劉備は貢献の読み通り案の定劉璋攻めを行い、劉備軍は益州の様々な軍権を攻撃して多くの軍権は戦わずに降伏したものの、唯一貢献だけは徹底抗戦を続け、劉璋が降伏するのを待ってから劉備に投降したみたい。劉備はこの貢献の忠義を認めたのか彼を偏将軍に任命したの。武骨な男って感じだぜ。その後、貢献は劉備に漢中を奪取する策を授けてこれを実行させたの。222年、劉備は後賀漢を追って慶州を奪い取ったことに切れて後討伐に出兵しようとしたものの、これに貢献は、後軍は勇猛であり、なおかつこたびの戦いは水軍を使うことになります。つまり我が軍は進軍するだけならば水の流れのまま進めば、いいのですが撤退するには水の流れに逆らわなければならず、これは困難です。故に試しに私をこの後討伐の先鋒になり、劉備様は後方に下がってください、と言ったものの、劉備はこの貢献の意見を却下して彼を北に移動させて義兵の備えをさせたの。すると貢献の嫌な予感はビタリと当たって劉備率いる職軍は後の陸村の家系によって大敗北を喫した。貢献は撤退しようにも道が断絶されていたので劉備の元には帰れず、やむを得ず義に投降したのよ。これを受けてある人は劉備に法を犯した貢献を罰するために彼の家族を逮捕するべきでは、と進言したものの、これに劉備は、私が貢献を裏切ったのであり、貢献は私のことを、裏切ったわけではない、と言って貢献の家族の元のように扱ったの。その後、貢献は義王朝から徴用されて義で病死したわ。これまで紹介してきた人々はまあ雑多な理由で劉備を離れていったが、唯一貢献だけは劉備のせいで離れることになった男だったってわけか。さていかがでしたでしょうか。今回のお話は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。劉備の元を離れていった名臣たちだったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。